アスティアは、富士フィルムのカラーリバーサルフィルムのブランド、富士クロームを関する銘柄のかつて存在したシリーズである。2012年3月、アスティア100回120フィルム、220フィルム、シートフィルムの4号印版、80印版、クイックロード4号印版、それぞれの販売終了をもって、同銘柄は廃盤となった。1997年3月、 富士写真フィルムは、富士クロームアスティア100を発売する。135フィルム、120フィルム、220フィルム、シートフィルムと幅広い種類のラインナップであった。同時発売は、富士クロームセンシア100の後継製品、富士クロームセンシア2 0 0同年7月、テクニカル・イメージプレスアソシエーションで、富士クロームアスティア100が受賞する。2003年7月、 富士クロームベルビア100回、富士クロームベルビア100と共に、富士クロームアスティア100回が発売された。2011年9月5日、富士フィルムは、富士クロームアスティア100回の120フィルム、220フィルム、シートフィルムが2012年3月に、生産終了すると発表した。同時に、アナウンスされた、センシア3 0 0の135フィルム、24枚つまみ、 36枚つまみの、それぞれ単品の販売終了もあり、フジクロームブランドのカラーリバーサルフィルムは、ベルビア、プロビアの2つだけになる。同社が、今後の使用推奨品として指定するのは、同じリアルカラーだが、超高サイドのフジクロームプロビア100回だという。アスティア100は、1997年3月に発売された、 富士フ,フィルムのカラーリバーサルフィルム、写真フィルムである。2003年7月に発売されたアスティア100回が、これを引き継いだ。アスティア100回は、2003年7月に発売された、富士フィルムのカラーリバーサルフィルム、写真フィルムである。アスティアシリーズの最終ラインであり、2012年3月、同製品の生産終了とともに、 アスティアシリーズの銘柄はすべて廃盤となった。アスティア100回で撮影したスライド写真。同製品は1997年3月発売の富士クロームアスティア100の後継商品である。流常性は RMS-7 であり、全製品よりも向上し、色再現においてはリアルカラー。サイドは標準サイド、階調は難調であり、シャープネスは高い。 その点においては、同時期に発売された、センシア3 0 0はとても近い製品であった。同社は、富士クロームアスティア100回について、究極の肌色再現を求めた、世界最高レベルの超微粒子フィルムと自負する。開発者によれば、RMS-7 の粒状性は、カラーリバーサルでは、初の到達点であり、増高増画質、調子再現。 色再現、画像堅牢性において著しい向上が実現できたフィルムであるという。デイライトタイプのフィルムであり、タングステン効果では、富士色温度変換フィルター LBB-12、あるいは、ラッテンフィルターナンバー 80A を必要とする。発売当初は、アスティア100を引き継ぎ、135フィルム、120フィルム、220フィルム、 シートフィルムと幅広い種類のラインナップであった。ロールフィルムについては、135フィルムでは、厚さ 0.127mm、120.220フィルムでは、厚さ 0.098mm のセルローストリアセテートを、指示体とし、45インバンと80インバンのシートフィルムでは、厚さ 0.175mm のポリエステルを、指示体とする。現像処理は、 他のフジクローム製品同様フジクロームフィルムプロセス CR-56 及びコダックのカラーリバーサルフィルムエクタクローム現像処方である E-6 現像を指定しているその後135フィルムを廃止しそれに対して135フィルムのみとなったセンシア300と住み分けた 富士クロームアスティア100回の120フィルム、220フィルム、シートフィルムが2012年3月に生産終了すると発表した。富士フィルムのデジタルカメラの2009年以降の製品ではフィルムシミュレーションモードの中にアスティアとしてアスティアの色特性を再現した撮影が可能となっている。ありがとうございます。